高橋ラボラトリーウィス、皆さんこんにちは、高橋です。今回の動画はですね、こちらでございます。じゃんじゃじゃじゃん。はい、こちらですね、毎月おなじみになっておりますプレミアムバンダイの定期お届け便が、今月6月も届きましたので、こちらの開封動画といきたいんですが、今回はですね、まあサイズ的にはね、まあ中くらいなんですけど、このね、あの重量感というか密度感、結構プレ版のあのまあ段ボールの箱って結構なんかその箱のサイズに綺麗に収まるような入れ方じゃなくて、なんか結構なんかそのクッション材とかでモフモフって入れてるから、意外とサイズに対して物が少ないのかなっていう時結構あったりすると思うんですけど、今回はね結構ギチギチなんかこの密度感に対しての重量がね明らかに重たいんですよね。でね、多分今回ガンプラメインだと思うんですけど、そう、結構そのコンバーチとか食玩系頼んじゃうとどうしてもね月末になりやすいんですよね、あの適用届け便のその日にち的に。ただまあ今回のまあそのプレ版のね、この届いたのがまあこの中旬ぐらいに届いてるってこともありますので、結構ガンプラメインになってるんじゃないかと思いますので、僕も非常に楽しみです。では早速見ていきましょう。宝箱、じゃあいつも通り開封、開封、パカーンパカーン、おっ、めっちゃガンプラだわ今日、すごいわ、ギチギチに全部ガンプラだわ、すごいね。はい、まあちょっとね、軽く見せるとこんな感じ、ペンいや、ギチギチに入ってますね。じゃあ順番にちょっと見ていきましょう。まず最初のガンプラはこちらでございます。いや、これ超楽しみにしてましたね。はい、こちら HG の、ガンダムアスクレポースですね。はい、こちらはあの G ユニットっていう、まあ新機動戦機ガンダムウィングのね、外伝にあたる、作品に登場するモビルスーツの一つですね。一番初回の受注は結構前だったんですけど、まあ、初回の受注は僕はもう見事に逃しまして、確か二次受注だったかな、二次受注でゲットできた機体でございます。アスクレポースに関してはあのジェミナス02っていう、まあ、ガンダムジェミナスという機体ですね。でいろんな乾燥パックをつけて、まあ、強化したりとか、まあね、その戦術を変えたりっていったモビルスーツが、まあ、ガンダムジェミナスの特徴なんですけど、まあ、そのジェミナスって結構そのなんかあれですよね、そのガンダムシードとか後々のガンダム作品ってこう乾燥システムっていうのが結構メインにだったりしてるんですが、まあ、そういった機体の中でもかなりですね、まあ、そのいわゆる強化パーツによって戦術を変えるというところで、まあ、かなり F9 寿命を感じるようなテイストになっております。はい、で、まあ、このアスクレポースに関してはかなり特殊なね、装備になっていて、このパッケージで伝わるかな、はい、あのいわゆるこの白とね、このパープルのモビルスーツがまあメイン形態なんですけど、可変するとですね、なんかズゴックみたいなね形態になるんですよね。これですよ、これ、はい、もうあのガンダムタイプなんだけど、かなりね異形のね形状になっていくのが非常に面白くて、まあ、このジユニットって結構その起動最初のねガンダムのファーストに出てくるジオンのモビルスーツのなんかオマージュなのかなといった期待が結構多くて、まあ、この、まあ、スクレッポスに関してはズゴックをおそらくモチーフにしてるんじゃないかなっていう、まあ、他のねあの機体だとハイドラガンダムがジオングっぽかったりゲルググっぽかったりとかするんですよ。まあ、そういったところでね、あのまあ非常に面白い機体っていうところで、まあ以前から超欲しかったんですよね。であともう一個ねポイントがあって、この、アスクレプオスのこれですよ、このね、あのズゴックっぽい形態のね顔がねカメラアイになってるんですよね。そう、リーオミを感じるんですよ。やっぱこのね新機動戦ガンダムウィングの外伝というところもあるので、まあ、ちょっとねこうあのガンダムウィングの、まあ、リーオとかねオズのモビルスーツのちょっと雰囲気を感じさせるようなところ、まあ、これも結構このガンプラの面白いところなのかなと思っております。これはね早く作っていきたいですね。続いてはこちら、おお、これも楽しみって今日すごいね、めっちゃ楽しみしてたガンプラしかないや。はい、今回のこちら楽しみしてたガンプラの一つですね、コーンファルシア。はい、これガンダムエイジの、モビルスーツなんですけど、このファルシアという機体、まあ僕結構すごい好きな機体の一つなんですけど、もともとねあのこのコーンファルシアじゃなくて通常のファルシアは一般のガンプラで発売されていたんですが、ついにそれのバリエーションでフォーンファルシアがね、このエイジの幾年を経てね、ついにキット化でございますよ。いや、感慨深いね。はい、まあ、もともとファルシアという
機体自体がね、フリッあのガンダムエッジって、まあ、大河ドラマのように、まあ、フリット編、バセム編、キオ編という形で3世代のね、こう時代を受け継いでいくような形なんですけど、もともとファルシアはフリット編にいるキャラクターで、そこから、まあ、念を追ってね、キオ編の後半で登場するね、モビルスーツなんですよね。はい、フラムナラというね、キャラクター、めっちゃ可愛い女の子が乗る機体というところもあって、まあ、雰囲気もね、とても可愛らしいモビルスーツになっています。で、もともとのファルシアとの違いに関しては、機体の形状は一緒です。正直全く同じなんですけど、いわゆるベースというか、このね、ファルシアベースっていう、遠隔操作用のね、装置が元々のファルシアはついてたんですけど、まあ、このフォンファルシアに関しては、いわゆる遠隔操作する必要ないじゃん、まあ、モビルスパイロットが乗ってガッツリ戦うぜっていうところで、まあ、そのベースはなくなって、バトンみたいなね、武装が新たに追加されているのが特徴です。はい、なんで、まあ、キット的なね、なんかの大きな違いっていうのはあんまないんですけど、ただこのね、武装をね、持たせてね、いわゆる撃地を再現できるのと、単純にまあ成型色で、いわゆる後半戦のね、エイズの機体が増えるってことだけでも本当にありがてえなというところで、ずっとね、キット化をね、楽しみにしてたモビルスーツだったんですよ。いや、まあこれが出ちゃったらね、クライマックスでね、激闘を繰り広げたね、ジェノアスツオーカスタムね、あれが出てくれればもう最高なんですけどね。まあでも、まずはでもこのエイズのね、いわゆる新規キットっていうのがね、まあ、久々に出たっていうところが本当嬉しいですよね。そして続いてはこちら、まあ、これもめっちゃ嬉しいね。はい、これは再販のガンプラです。はい、ガンダムエイジ、これもエイジですね。はい、ガンダムレギリスのメモリーオブエデンバージョンでございます。はい、まあ、この機体はですね、もともとメモリーオブエデンという OVA、ガンダムエイジのテレビアニメ版の、アセム編をフューチャーしたメモリーオブエデンという OVA が、まあ、作品として登場していて、ゼハートガレットが、まあ、実際にね、こう登場するのもモビルスーツだったんですよ。で、もともとアニメ版だと、このカラーリングに関してはホワイトメインの、いわゆるガンダムカラーみたいなね、雰囲気だったんですけど、このメモリーオブエデンバージョンに関しては、このね、ゼハートが乗っている機体のイメージに近いような赤いカラーリングに変更されてるんですよ。で、まあ、このキットはそれを再現した、いわゆるこの成型色が赤い状態のレギルスという形です。まあ、正直色以外に関しては一般販売のレギルスとは変わりはないんですけど、いや、これね、再販がもう全然なかったんですよ。本当にずっとね、このプレミアムバンダイの、まあ、それこそね、メモリーオブエデン当時のね、キットカーだけで、そっからもうずっと再販がない、もうどうしようどうしようってなってて、で、僕も当時はそこまでこのレギルスのね、メモリーオブエデンバージョンのやつに欲しいとは思ってなかったんで、買ってなかったんですよ。ただ、まあ、数年経った後に、なんかメモリーオブエデンをね、ふと見直したら、あ、かっこよってなって。この機体めちゃくちゃかっこいいじゃんと思ってね。はい。まあ、非常に後悔したんですよね。そっからもう何年も待って、やっと再販ですよ。いや、待ちましたね、これは本当に。はい、というわけで、まあ、さっきね、見せたこのフォン・ファルシアもね、タイミングよく一緒にキット化してくれたので、まあ、これね、2体並べてね、飾ってあげるのが最高かなと思いますね、本当に。はい、ただ、まあ、これがね、出てきちゃうと、ダークハウンド欲しくなんだよな、マジで。ガンプラの恐ろしいところってね、1個欲しいもの手に入れるとね、それと並ばせるために、まあ、別の機体が欲しくなるっていうの結構ありますよね。まあ、まさに今回その例だと思いますが、まあ、まずねこの レギルスのね、メモリオブエデンがね、まあ、再販したことが本当ありがとうございますという感じですね。さあ、続いてはこちら。あー、これもめっちゃ楽しみにしてたやつじゃん。今日すごいね、なんかめちゃめちゃガンプラフィーバーじゃん。いや、これもめっちゃ楽しみじゃん。はい、続いてはこちらです。はい、イフリートナハトですね。はい、イフリートナハト、いや、これも、まあ、これ再販品ですね。プレバン総選挙でね、上位ランクインというところで、まあ、記念で再販されたモデルになりますが、まあ、待ちましたね、これも。いや、ほんとこれ初版からね、まあ、本当に何年も何年もね、なかなか再販されなかったモデルで、まあ、もともとイフリートナハトっていう機体自体は、まあ、超人気機体っていうところもあるんですけど、まあ、昨今ね、やっぱこの宇宙世紀のモビルスーツがかなりやっぱフューチャーされている、特にバトオペとかね、まあ、ゲーム作品でも使えたりとか、まあ、そういうところで、まあ、ナハトの、ね、認知度が上がったというところもあり、まあ、ものすごくプレミアキットだったんですよね。これが再販するまでは本当にたっけ H10 の値段じゃないじゃんってぐらいプレミア価格になっていて、まあ、それがついに再販でね、なんとかゲットすることができたというわけですね。まあ、このイフリートというモビルスーツはね、まあ、設定上ね、ジオンの、まあ、その試作モビルスーツで、まあ、8機しか現存しないと言われている機
きたいですね。まあ、現状はですね、まあ、エフリート、エフリート海、エフリートダグシュナイド機、エフリートイエーガー、そしてエフリートナハトという、まあ、5機のね、エフリートが判明しているうちの、まあ、そのうちの1機という形になるんですが、まあ、このナハトに関しては、いわゆる隠密戦特化の、機体になっておりますね。だから、シルエットがね、ちょっと忍者のようなね、テイストになっているのが大きな特徴。だから、カラーリングもですね、開けると、うん、やっぱいいね。いやー、このカラーリング最高だね。はい、これですよ。これ。このね、ダークネイビーのね、まあ、本当にアサシンって感じの雰囲気がね、たまらん機体になっております。はい。で、武装もね、日本刀とか区内とかね、それこそ忍者っぽい武装になっているコールド区内っていう名前なんですけど、はい。まあ、そういったところでですね、まあ、かなり、その、イフリットの中でも、結構なんか、なんだろうな、こう、モビルスーツのテイストにかなり和のテイストがね、こう取り入れられてるモビルスーツなので、やっぱ人気も高いのかなと思いますね。いや、本当に再販ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、こういったキットはね、マジで人気あるから、定期的に再販してほしいものですよね。はい、ということで、なんとかイフリットのハートゲットでございました。そして、最後はこちらでございます。じゃん。はい。いや、これだよ、これ。今回これが一番やばいね。いやー、まさかキット化するとは思いませんでしたね。はい、HG のファントムガンダムですね。やべえな、これガンプラで本当に存在するんだな。いや、すげえわ。うん、すごいすごい。いや、ね、まあ、このファントムという機体はあのクロスボーンガンダム、ゴーストに登場するモビルスーツで、まあ、あのクロスボーンのね、まあ、モビルスーツもすごい人気ではあるんですけど、いや、このファントムが尋常じゃない人気なんですよね。多分おそらく、まあ、国内の人気もあるんですけど、海外人気がすごいのかなって気はします、なんとなくですけど。はい、まあ、やっぱゲームでも登場したりね、まあ、いろいろとなんかやっぱこう露出が多くなっていて、まあ、最近ではね、やっぱガンダムコンバージとか、あとはロボット魂とかね、結構立体化も多かったんですけど、なんかなんだろうな、やっぱ結構その漫画出展の機体で、かつね、そこまでこうなんだろうな、結構最近の漫画作品のあの機体というのもあるので、まあガンプラ一体化もうもっと先かなと思ったら、もうこんな早いタイミングに出ちゃったよっていうところで、いや衝撃ですね。いや、これめちゃくちゃ好きなんですよ。いや、フォントが乗るね、モビルスーツなんですけど、フォントのね、性格とかキャラクターも結構、今までのね、ガンダムキャラとちょっと雰囲気違うのもすごい好きだし、あのね、このファントムのね、この、なんか、何、こう、欠陥品なんだけど、使いこなすとめちゃくちゃ強いみたいなね、この設定がたまらんですよね。で、あと僕がもうこの機体で一番好きなのはカラーリングです。はい、いわゆるガンダムタイプ、まあ、ファントムガンダムのね、特徴としてこの緑色なんですよね。いわゆる本体色がグリーンってマジかと思いましたよね。はい、ほら、全身がグリーンの成型色になっている。グリーンと、レッドと、あとはホワイトという成型色になっていて、まあ、これがね、まあ、非常に面白い機体ですよね。なんかもうデザインの時点でかなり特徴的な雰囲気になっている。かつですね、これ、ちょっとこれで見るかわかんないです。可変ギミックも採用されていて、多分パーツ差し替えだと思うんですけど、まあこれからね、差し替えて変形もできる。そしてちょっと映像でも映っちゃったんですけど、これですよ、これ。これよ、これ。うわ、すっげえ。いやー、これちょっとやばいな。今ちょっと撮影中なんですけど、普通に今、ずっと眺めてたレベルで、これすごい。ランナー贅沢だね。いや、これがね、あのファントムライドというね、あのミノスキードライブのような、機能をね、あの搭載した、まあ、あのこのファントム独自の武装になっていて、なんかビームがね、炎のように揺らめいているような、デザインになっています。まあ、これがしっかりとクリアパーツの成形で再現されているところもあって、贅沢だな。うん、これすお素晴らしいですね。そしてこれもすごいね。説明書フルカラーじゃん。フルカラーなの？すーごっ！めちゃくちゃ力入ってますね。パッケージはね、あのモノクロだから、そこまでね、そういうのやんないのかと思ったら、すげーなー。めちゃくちゃ贅沢ですね。説明書がなんとフルカラー印刷で、まあ普通のね、あの説明書と同じような形です。ちゃんと機体解説も載ってるし、いやー、これやっぱ力入ってますね。これはもう速攻で作ろう。もう速攻で作ってね、もうレビューとかしたいなと思ってますので、ぜひね、チェックいただけると嬉しいです。ということで、最後のガンプラはファントムガンダムでございました。宝箱。
というわけで、今回のご紹介したガンプラはこの 1,2,3,4,5 体、この5種のガンプラでございました。いやなんかねすごいね、なんだろう、なんか想像以上になんかきっちりしてますね。なんか結構ねここ最近のねキットっていうのが結構大物デカ物ドーンみたいなやつが多かったんですけど、結構この HG 系で綺麗に揃いつつね、かなり粒揃いなラインナップできましたね。いやこれどれもすぐ作りたいな、どうしようかな。こうなるんですよねガンプラ集めてると。まあどれもめっちゃ欲しいんですよ、どれも欲しかった、めちゃくちゃ欲しかったけど同時に来てしまって作る順番を考えてるうちに積み始めるというね。はい、これまたガンプラいっぱい積んじゃうんだよな。でもね早くでもねなるべく早くね、このファントムガンダムとかねフォンファルシア、あとねアスクレプオスとかはなんかね早急に作っていきたいなと思ってますが、はい、またねタイミングを見て、まあ作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、本日の配信は以上となります。いやいやいや、もう本当に、今日は個人的には大満足のラインナップでしたね。本当段ボールにギチギチに入ってました。はい、さあ、またね、様々な配信やってまいりますので、ぜひね、チャンネル登録、そして高評価ボタン何卒よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。またね。